超手持ちのツーム全て紹介終了まで終われません。続きましたトップヘッド Z23 でーす。うん、使うたびに何が起こるかわからないよっていうねスキルなんですけれども、まあ、19個ねなかなか消去しなくちゃいけないツーム数は多いんですが、僕の知る限りは3種類のスキルを使ってくれます。はい、でそれを、まあ、このプレイ中にね全部紹介できたらいいなーなんていうふうに思いますんで、頑張って、G23 を消してまいりたいと思います。やっぱね3つっていうところがねミソですよね。願い事3つ叶えてあげるようだから、やっぱ3つっていうところなんでしょうね。なかなか制作者さんも大通でございますね。さあまず1つ目はじゃらん、トランプを引いて10時じゃん斜めに消した後に最後に真ん中でボーンって消してね2回消してくれるというスキルでございますね。これがまず1つ目でございます。はい、続きましてはじゃん、今度はね2種類のツムになるというものですね。はい、でこのね2種類のツムになった時っていうのは、まあ、他のスキルとかでも同じなんですけど、なんかねジーニーっていうかそのマイツムを消してもなかなかそのスキルが溜まってくれないというジレンマがあったりするんですよね。さあやってまいりましたね3回目。さあ別のスキル、これ重複する可能性があるからな。ブルブーベン、おお全部変わってくれましたね。なんと素晴らしい。このツムはですね、やはりご覧の通りで、こうつなげると周りのツムも一緒に消してくれながら、破壊してくれると、周りのツムも一緒に消してくれるというね優れたスキルをお持ちです。はい、ほい。ただねあんまりね今お見せしたようにつなげられないと対して残念ながらまあ稼げないんですよね。だから本当はなんか10個くらいを一緒にジーニーに繋いでできたとしたら、まあ、相当ね稼げるツムではあるんですけど、さあどんなんか、ドゥーン、じゃん、はいカード、シャキンシャキン、ハッベシ、ドゥン、これねどうでしょう、これ持ってる、このツムを持ってる方にお聞きしたいんですけど、時々なんか真ん中にカードボンって置いた時に消してくれないことってありません？なんか斜めにシャーシャーは消えるんだけど、なんかそんなこともあった気がするんですけどね。はい、ということで3つの願い事を叶えてくれるトップハッズ23でした。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。